どうも皆さん、こんにちは、ケンです。今回紹介するのはバイク乗りに嬉しいテントです。キャンツーとか行った時ってバイクと一緒に寝たいなっていう時あるじゃないですかね。今回紹介するテントはそんな夢を叶えてくれるテントなんです。今回紹介するこのテントの特徴は大型バイクも入るということに加えて、なんと 125cc なら2台も入れることができました。また今までたくさんのバイクが入るテントを紹介してきたんですけども、このテントその中で最安の 12,780円で購入しました。しかもこの就寝スペースとは別にここに荷物置きスペースもあるんで、ゆったり寝ることができます。大きなバイク1台で自分1人でゆったり楽しむのもいいですし、こんな感じでちっちゃいバイク2つで仲間だったりカップルでゆったりと過ごすのもいいですし、てな感じでキャンプツーリングを楽しむためにはもってこいのテントを今回紹介したいと思います。ということで、これからこのテントを詳しく見ていくんですけども、まずはこのテントの特徴をさらっと紹介したいと思います。1、今回は僕のメインバイクの 400X ではなくてサブの KLX125 で撮影しましたが、この大きさのテントであればフルパニア状態の 400X も入るので、キャンプ道具を積んだ大型バイクでも入れることができます。2、先ほども述べましたがこのテントは大きなバイクも入りますが、小さめのバイクなら余裕で2台入ります。1台のバイクであれば簡単な整備なんかもできると思います。3、これまでたくさんのバイクが入るテントを紹介してきましたが、ダントツで安く、そして小さいです。 125cc 乗せてもそんなに大きいと感じる大きさではありませんでした。4、バイクを入れるスペースで焚き火バーベキューをしてみましたが、焚き火台を端の方に置いていれば煙が充満することもなく複数人で楽しむことができました。5、バイクを入れる入り口は縦 140cm、横 120cm です。この大きさであれば大型バイクもテントの中に入れることができます。スタンドを立てた時にもバイクのミラーやシールドが当たることもないし、使用している人もしゃがむ必要がないので楽に過ごせます。6、テント内には就寝スペースが2ルームあり、定員2名と定員4名の就寝スペースがあります。定員2名の方にヘルメットやブーツ、パニアケースなどツーリング装備を置いて、定員4名の方の就寝スペースでコットを引いたり、残りのスペースで調理したりすることもできると思います。7、バイクを入れることができるスペースの出入り口は前後にあるので、バイクの出し入れも簡単です。8、耐水圧もある程度ありますし、雨の日バイクを濡らさずに済みますし、バイクの大きさによっては軽い整備もできるほど大きなテントです。僕視点での弱点や知っておくべき点は3つありました。1つ目は重さが 5.5kg もあるということです。定員6名でバイクも入る大きなテントなので妥当な重さですが、それでもバイクで運ぶには大きいテントだと思います。2つ目の弱点は大きいだけでなく横に長いテントなので風がある日の設営には苦労すると思います。今回の撮影日はかなり風が強かったんですけど、テント設営に慣れている僕でもちょっと手こずりました。3つ目の弱点は僕もよく分かってないんですけど、この扉の部分片方は全て開けられるんですけど、反対側はこのように繋がっていました。最初はこれが仕様なのかなと思いましたが、どう考えてもおかしいので断裁ミスだと思います。ここを切っても他に影響がないのでナイフで切りました。僕だけなのか、はたまた全部こうなってるのか分かりませんが、もしこうなっていたらここは切っていいと思います。早速テントを詳しく見ていきましょう。収納時の大きさは横 62cm、 直径 24cm、 総重量 5.5kg です。 KDX125 のシートに乗せてみるとこんな感じになります。この状態で僕がまたがってみるとこんな感じ。そんなに圧迫感もないので、サイドバッグとかも取り付ければ 125cc でも持ち運べるくらいの大きさだと思います。袋から出してみましょう。付属品はインナーテント、フライシート、ポールが4本、アルミ製ペグ16本、ロープが8本です。ポールはアルミ製ではなく割れやすく安価なグラスファイバー製のものでしたが、この価格なので仕方がないと思います。ペグはアルミ製の安価なものですが、 20cm の長さあり、ぼちぼち使えるものでしたが、すぐに曲がるのでベッドじまいでペグを用意した方がいいと思います。またロープには自在がついていませんでした。ポールは2種類4本入っています。長い方がインナーテント用、短い方がフライシートに使います。早速組み立てていきましょう。組み立て方は1、インナーテントを広げましょう。2、インナーテント用のポール2本を組み立てます。3、組み立てたポールをクロスするようにインナーテントに差し込みます。4、インナーテントの端にあるフックにポールを差し込みテントを立ち上げます。これでインナーテントの完成です。5、次にフライシートをかけます。かなり大きなフライシートなので風を利用しましょう。6、フライシート用のポール2本を組み立てます。7、フライシートのこの部分に2本ポールを差し込む部分があるのでポールを差し込みます。8、ペグダウンできる場所にペグを打てば完成です。今回かなりの強風だったので1人での設営に手こずりましたが、それでも6分11秒で組み立てることができました。風がないのであれば5分を切ると思います。状況の応じでロープを張ってください。ペグダウンできる場所は赤い丸の8箇所、ロープを張れる場所は青い丸の6箇所です。それでは早速外見を詳しく見ていきましょう。テントのこちら側2箇所に通気口がついています。
中に硬い板が入っているので整えてあげれば通気口になります。インナーテント側のフライシートに網戸がついています。開けることで通気性が良くなります。扉を開けてみましょう。扉はこれまで紹介してきたバイクが入るテントとは違い、長方形ではなく台形のような形をしています。開けた扉をくるくる巻きにして横に固定できます。ここがバイクを入れることができるスペースになります。バイクを入れる入り口の大きさは縦 140cm、横 120cm、奥行き 240cm です。大型バイクも入れることができます。以前紹介したバイクが入るテントもそうですが、ここのスペースだけを見ると 140cm×120cm ですが、このようにペロッとしてあげれば背の高いバイクも入れることができます。ちなみに僕のサブバイク KLX125 と CBF125R でしたら2台入れることができました。実は僕もバイク2台入ると思っていなくて、これには僕もびっくりしました。ちなみに扉は奥側も開けることができるので出し入れが簡単になっています。次にインナーテントの中を開けてみましょう。インナーテントは無駄なものはなく、すっきりとした作りです。ここに1箇所ポケットがついており、スマホやバイクの鍵など細かいものを入れるのにぴったりです。天井にはランタンフックが1つだけついていました。インナーテントは 230cm×240cm× 高さ 160cm とかなり巨大です。大人2人でも余裕、3、4人でもいけると思います。また背が高いので着替えなんかも楽々だと思います。テント内で僕が寝てみるとこんな感じでした。1人だと持て余してしまうくらいの大きさです。テント内からバイクを見てみた時の視点はこんな感じです。バイクを置いたとしても調理できるぐらいのスペースがありますし、バイクと一緒に寝たいって人にとっては最高のテントだと思います。ちなみにテントのこっち側に2人が寝れるほどのスペースがあります。こちら側に寝ることはないと思うので、ほぼ荷物置きかなというふうに思います。こちらのスペースはフライシートで縫い付けられてあるスペースなので、シングルウォール構造です。テントの各部の大きさはバイクを入れる部屋の横幅が 120cm、その部屋のここまでの高さが 120cm、 ここをちょっとペロッとすれば 140〜150cm の高さがあります。この部屋の奥行きは 240cm、 高さは 150cm でした。インナーテントの大きさは奥行き 215cm、 横 240cm、 高さ 160cm で、広々としているので走り回ったり暴れても大丈夫です。もう一つの部屋の奥行きは 120cm、 横は 240cm でした。すべてメジャーで測った実測値です。大切についてです。テントの素材はインナーテント、フライシートともにポリエステルです。スペック上では耐水圧 3000mm あります。現在縫い目の部分に水をかけています。 PU コーティングにより水を弾いているのがわかると思います。縫い目には防水のシームテープ加工が施されており、縫い目から水が入ってこないようになっています。しかし所々シームテープの処理が甘いところがありました。構造上どうしてもここがたわんでしまうので、雨が降るとここに水が溜まってしまうと思います。インナーテント側はインナーテントとフライシートでダブルウォールになっていますが、こちら側はフライシート1枚なので、テントのここら辺は雨に弱いと思います。大雨で使うテントではないと思いますが、小雨程度なら全然余裕で過ごせると思います。まあ、何はともあれこの価格でこの性能であれば大満足のテントではないでしょうか。ほいと、これがあったでしょうか。バイクが入るテントの紹介でした。でね、ようやく夕方になって風が収まってきたんで、ようやく喋りながら撮影することができます。総評としてはですね、バイクが入るテントもう何回も何個も紹介してきたんですけども、一番安い、買ったです。12,800円ぐらいから13,000円いかないぐらいで買ったんですけども、13,000円でこのデカさだったらまあだいぶいい方だと思います。で、じゃあ13,000円で品質悪いんでしょうと思うかもしれないですけども、フライシート結構いいですし、インナーテントも結構いいんで、まあ正直そこまでこう品質が悪いとは思わないです。ただとは言っても細かいところ、例えば、ポールがアルミ製じゃなく割れやすいグラスファイバーだったり、こういったロープ今張ってるんですけども、これロープね、自在、いわゆるあのピュッて引っ掛けるこう金具みたいなのがないんで、僕今自分でこういう風に引っ張ったらこうギュッてなるようなこういった結び方で、結んでます。他はですね、まあさっきに言ったここがね、こう繋がってたりとか、そういったこう粗さっていうのはあるんですけども、細かいところを見てきてキリがないんですけれども、まあ13,000円でまずそもそもこのデカさのテントを手に入るということで、まあバイク入るということで、まあ正直コスパという面ではすごくいいんじゃないかなというふうに思います。まあじゃあ品質は高いのかというと高くはないけれども、まあ別にそんなそこまでこう言うことはないかなというふうな感じでございます。でロープはですね、風が強い日は絶対必要です。ロープ6箇所なぜか8本入ってたんですけど、8本つけるのかな、わかんないんですけど、つけとこないよな8箇所6本8本入ってて、今6箇所、やってるんですけども、今日風が強かったんですけど、ロープは絶対必要でした。で、ロープこういった自分で結べない人はあらかじめ100均とかで自在を買っておくといいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今回ですね、400X 僕普段乗ってるんですけども、 400cc のバイク乗ってるんですけど、 400X も、楽々入ります。この大きさだったらちょっとね、ここの
高さ、ここがですね120センチなんですよ、地上から。 400X はシールドとかがね140センチあるんで、ここぐらいまであるんですけれども、こうやってこうあったらね入るんで、400cc とかのバイク、でも、入ると思います。まあ、ただとはいえ、まあ、ちょっと僕の方ではねどの車種とかそういったこう特定して、保証することはできないんで、まあ、125cc だったら余裕で2台入るし、まあ、400cc ぐらいだったら、まあ、普通のねカスタマイズとかやったら、まあ、全然入りますっていうのは、まあ、あの抽象的ですけれども、言っておきたいかなというふうに思います。まあ、でかいハーレーとかね、例えばこうアフリカツインとか、そういうのは無理かもしれないんですけども、まあ、いわゆる普通のバイクやったら入るんじゃないかなというふうに思います。で、ですね、まあ、いいとこもうたくさんある、こっちねすごく広くてもう無駄のない、何のスペースの無駄もない感じなんですけども、まあ、いいとこもねこうたくさんあるんですけども、もちろんね何やこれっていうのもたくさんあります。で、ですね、ここ2箇所こっちとあっち側に網戸があるんですけども、網戸があるんですけど、インナーテントにはですね別にここ網戸があるわけじゃないんですが、網戸があるわけじゃないのになぜかここにこう網戸があるっていうねっていう不思議な構造になっています。で、上にねあるんですよ網戸が。で、この上のここで換気するために、多分ここに網戸があるんやろうけど、ここじゃなくてよくねっていう風に思います。しかも結構大きいんでね、まあまあないのとあるのとないのがあった方がいいけれども、まあ、別になんかそんなにこう機能しなさそう、こんなにねぺったりくっついてるんで、なんでこのところに網戸作ったんやろなっていうのが1点で、いいところとしてはここ、今僕かがまずに立ってるんですけども、ここがですねインナーテントの高さが170センチ180センチぐらいあるんで、まあ女性とかだったらかがまずに、作業したり、バイクやったらねプロテクターとか着替えたりすることができるんで、すごくいいんじゃないかなというふうに思います。でバイクが2台入っておりますと。でなんとですねこちら側にも、部屋があります。あ、ちなみにこれ KLX とかね CBF とか結構今飛び出て駐車してるんですけども、中に入れてるとね、見えないんで、サムネとか撮影するときに見えづらいんで、結構飛び出してます。これもっとね、タイヤをここら辺まで後ろに下げても全然後ろ余裕なんで、こちら側も締め切ることができますし、あちら側も締め切ることができます。で、今まで紹介してきたバイクが入るテントはですね、ここがね、開くんですよね、ここは。ここビューって開いたりするんですけど、今回紹介してるこのテントは開きません。正直開いてほしかったと思います。で、ここですね、こちら側。こちら側も、2人寝れるほどの大きさがあります。ただ、このテント正直、まあこんな感じで2台、2人で行って、2人で寝る感じだと思うんで、正直このスペースいらねえっていうふうに僕は思います。このスペースを正直こういったインナーテント、こういった寝るスペースではなくて、荷物置きスペースで、ここが開くようになればかなりいいテントだったのに、なんか変なことになって、なんかちょっと余計なことしてなんか6人寝れるみたいな感じのテントになってるんですけども、正直いらん機能やったなというふうに思います。ここがね、荷物置きとして使えますけれども、なんもない、感じでここに荷物とか置いた方がよ、なんならもう1台ねバイク置けるぐらい大きなスペースになったので、ちょっと正直ねここは、残念なポイントかなというふうに思います。残念じゃないけれども、もっといい選択できたんじゃないかなというふうに思います。で、ここがですね、このスペースが縫い付けられてます。こことかがこのインナーテント縫い付けられてます。普通こういったテントって吊り下げ式だったりするんですけども、縫い付けられてるんで、ここは取り外すことができません。まあ、そのだからこそ、まあ、ちっちゃくこの大きさなんですけども、5.5 キロとか、バイクに積んでもそんなに違和感のない大きさにまとまってるんだと思うんですけども、まあね、ちょっとここのスペースもうちょっとどれかできたんじゃないかなというふうに個人的には思います。まず、そんなところかな。こういろいろねちっちゃいところ見ていくと、アラとか、まあ、こういったところね、さっき言った、甘さとかはあるんですけども、まあ、値段が1万3000円なんで、そう考えたらだいぶ、いいテントなんじゃないかなというふうに思います。で、こんな感じでね、本当に125だったら余裕で、本当に全然余裕で、2台入れることができるんで、まあ、125cc 大人2人で、ツーリングしたりとか、まあ、カップルでツーリングしたりとか、まあ、全然250でもね、2台いけると思うんですよ。これだったら多分いけるっしょ。 KLX とか CBF125 結構まだほらこことかさ余裕あるんで、もっと詰めれるから、ここ、ね、全然余裕だと思うんで、まあ、252台とか、もしくはね、車種によるけれども、本当にここで明言することはできないけど、2台バイク2台 400cc2 台とか 400cc 251台とかとか、そんな感じでこううまくね組み合わせれば、2台ずつうまく組み合わせればバイク2台入れられると思うんで、あ、そうそう、これハンドルとかはね、もうちょっとこれ軽力下げて、ハンドルとかをここら辺にね、ここら辺に来るように、ここら辺に来るように、もっとこっちに寄せれば、このねスペースを使わないと
仮定して前提で、バイクをもっとこっちに寄せれば全然まだまだ、スペース広がる。これ横120センチあるんですけど、150センチとか使えるんで、まあ入れたいバイク2台のその横幅みたいのを測ってこうギュッギュッギュッって駐車してみてやるといいんじゃないかなというふうに思います。今ねハンドルがね2台干渉してるんですよ。ここ2台干渉してるんで1台はこっち向き、1台はこっちから入れてハンドルが干渉しないようにすれば、まあ、結構またいろんなこう入れ方があって、400cc とか大きいバイクでも、まあ、入れられる、2台入れられるんじゃないかなというふうに思います。1台だったらねだいぶ余裕だと思います。ということでね、本当に何度も言いますけれども、いろいろ荒があるテントなんですけども、価格が1万3000円とめちゃくちゃ安いので、僕としては、正直おすすめなテントでございます。高島ロケン、今までバイクが入るテントたくさん紹介してきたんですけども、まだまだでね、紹介したいバイクが入るテントたくさんあるんで、チャンネル登録してお待ちください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。購入先概要欄の方貼っていくんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。